スケルトンモータステーターと、クマドリコイルクマドリ磁極型誘導電動機は、単相誘導電動機の一種である。クマドリコイルモーター、ドリ巻き、線形電動機、クマドリ線輪型誘導電動機とも呼ばれる。クマドリ磁極は、単相交流電源で使用する誘導電動機にて、指導トルクを得る方式の一つである。磁極の一部に短絡コイルを巻くことにより0時の遅れが発生し、 回転磁界を発生させることで回転子の回転方向が決定する。一度始動した後は、二極型の直流整流子電動機の容量で回転を続ける。熊取リコイルを90度ずらして2体設置して回路が開いた状態にしておき、どちらかを短絡する構造とすることで逆転可能なモーターとすることができる。規制のモーターを逆回転させることはできない。名称の熊取は、 歌舞伎役者の化粧と同じ由来で影を作ることを意味する。時期的に考えると短絡コイルがあることで、その部分の時価を遅らせるためである。単相誘導電動機としては、構造が単純で安価であるが、効率が悪いため、小型で負荷の軽い冷却ンなどの用途に使用される。ステータとロータがハウジングに収められておらず露出したタイプのモーターは、スケルトンモータとも呼ばれることがある。 特に安価な交流モーターとして扇風機等に使用されている。ありがとうございます。